をご覧の皆さん、こんばんは。平岡優です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうの言葉で人は案外とさ生きてけんだな。雨降りの赤信号閉めた足を止める。こんな雨の日でも不思議なくらい落とした肩拾って未来大色の道を行く。改札でぶつかってされた舌打ちに出しかけたイエロー。もうその何気ない一言でごめんなさいに変わった。さよならの言葉で人はこんなにもさ落ち込むんだな。雨のやんだ青信号重たい足で歩く。改札を通るブルーな気持ちこの星にはそんな人数えきれないほどいるから。きっと青く見えるんだろうね。君が過ごした一日はどんな色をしていた。例えばそれがどん底みたいな愛色だ。思い通りに行かなくたって積み重なった日々の色はどんな素晴らしい色だろうか。どんな愛しい色だろうか。振り向いた時虹色みたいでもなく素晴らしい色だ。ありがとう。お仕事だった全ての人に捧げます。お疲れ様。
した車内は眠たい顔やつれた顔少し飲みすぎた顔この国では誰もが働きあり自分のため恋人のため愛する我が子のためそれなのに聞こえるはため息ばかり誰か救ってよ発車のベルが鳴り響く明日へと、oh yeah、何気なく過ごしていた今日もあなたのおかげ本当に感謝ただ一言伝えれたらいいのにお疲れ様ですきっと世の中不満だ気持ちでいれたらいいのにしみじみ思いました過ぎているのにまだお家には帰れない手帳を開いても休みは遠いこれが夢見てた自分か溢れ出す自問自答最終電車の中ああ手すりにもたれ残した仕事や気遣いも目を伏せてさよなら当たり前のようなことでもあなたのおかげ本当に感謝奇跡的世界を回しているんだねお疲れ様です明日明後日もたゆむことなく火は消えなくとも物憂げなその心に晴れ間がいつの日も差すように本当に感謝ただ一言伝えれたらいいのにお疲れ様ですきっと世の中不満だらけで思い通りにいかない日もこんな気持ちでいれたらいいのにしみじみ思いましたお疲れ様でした。ありがとう。改めまして東京ストリートライブ 4K×、横須賀街中ミュージックオンラインライブをご視聴の皆さんこんばんは平岡優也です。どうぞよろしくお願いします。ちょっとコメントをね、ここにモニターがあるんですけれど僕ね、最近ちょっと目がね、ほんと悪くてあみんなこうやってくれてんのかな、もしかしてこれ絵文字ありがとうございます。今日はというか、まあ本当は昨日からなんですよね、2Day でこんな素晴らしい会場ちょっと皆さんからは多分見えないと思うんですけど
壮大な景色がこっち側広がっておりまして、無観客なんですけれど、まあ、ホールをねお借りして歌わせていただいております。今日は佐々木陸さん、そして海輝くん、市川ひかりちゃん、そして、僕平岡優也の4組ということで、この素敵なイベント楽しんでおりますでしょうか。どうでしょう。あーちょっと字が本当に、メガネ本当にコンタクト必要だこれありがとうございます。横須賀に来させていただいております。前はね、前回横須賀の街中ミュージックの時は、駅前でね歌わせていただきまして、路上ライブをねやらせていただきました。今日はお昼過ぎくらいからかな、横須賀にちょっと来させてもらって、なんかすごい景色が綺麗に見えるね平和記念公園っていうものがねあるんですよ、横須賀には。すごいね綺麗で、でなんかサッカー部の人たちがサッカーやってたりとか、ワンちゃん散歩してたりとかね、すごいのどかな感じで、横須賀ってすごい素敵な街なんだなっていうのを改めてこう感じました。どうだろう、皆さんは来たことあるかな横須賀に。僕は今日が多分人生、2回目になるのかな横須賀に来るのは。でも本当来るたびにね素敵な発見があって、素晴らしい街だなって思わせていただいてます。それもこれも、ね、まあ、今日出てたアーティストさんも昨日もそうだと思うんですけど、ストリートライブをね多分みんなやってて、そんな共通点がある中で、まあ、4K さん、東京ストリートライブ撮られてる 4K さん、そして今日ここご尽力くださってる横須賀市の、皆さんのおかげでこういう場所に僕ら立たせていただいてます。本当にありがとうございます。1曲目2曲目は、虹色ラインという曲とお疲れ様という曲をお届けさせていただきました。多分今日は、まあ、多分というかほぼほぼ平日なんでね、お仕事終わりとか、見られてるんじゃないかなと思います。なのでなんかちょっとでも皆さんのね元気がこの画面越しで届けばいいなと思って歌わせてもらいました。今日はね本当に、まあ、というかこの 4K さんのイベントをいつも出させていただくと、本当なかなかこう一緒になれないような素敵なアーティストさんたちと一緒にねライブをさせていただけるので、なんか僕もすごい励みにもなるし、自分への活にもなる。あ、こんな素敵な人がいるんだなというのを感じれます。なので今日は本当10人十色の中で、最後鳥という出番を務めさせていただいておりますが、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。先ほどね楽屋でね市川ひかりちゃんとねいろんな話をちょっとしてたんですけど、僕はですね猫を飼ってまして1匹で、その猫のさ話をしてるときに、今日ね、まあ、セットリストどうしようかなっていろいろ考えてたんですけど、そんな僕の飼ってる猫の歌を1曲、危ない、1匹って言うそうだな1曲、お届けしたいなと思います。僕のライトという歌を聴いてください。
聴いていただきました僕のライトという歌でした。ありがとうございます。よいしょ。いやなんか本当にこのお話いただいて誠さんって言っちゃった 4K さん、どうしよう、この名前公表してなかったポロッと言っちゃいましたけど、ね、誠さんのおかげで本当にいつも素敵なイベント、この間もね年末かな渋谷のグリッドで、今日もそうですけれど無料というね、まあ、僕ら、夢追い人はいつもこういうライブとかやるときはもちろんチケット代とかを、設けて皆さんに足を運んでいただいてるんですけれど、でもやっぱりそうするとさ、こう知ってもらえるものもなかなかこうね門が狭まってしまって知ってもらえなかったり、海輝くんも言ってましたけど、僕のことをもちろん応援してる人じゃない人でも多分今日このチャンネルで画面を通して見てくださってるんだと思います。でもなんか本当そういうのって路上ライブと一緒で、あの日あの時あの場所にたまたま仕事終わりか行かなかったら聞いてなかったとか、多分そういう経験皆さんもあると思うんですけど、今日、この時間帯にこの画面を見てなかったら多分出てなかった人もいるんじゃないかなと、思います。なので僕らはなんかこう自由に自分勝手に曲書いて歌って好きなことやってるっていう風に、まあ、もちろん思われると思うし僕もそうだと思ってるんですけど、その陰には支えてくれてる人たちがいるからこういう風な、ステージに立てるんだよっていうのが改めてねこういう日を設けていただくとひしひしと感じます。遅れましたけどちょっと自己紹介を。秋田県秋田市出身のシンガーソングライターをしています平岡優也と言います。僕は20歳の時に、上京してきました。音楽をやりたいっていう気持ちだけで上京してきました。母が好きなことをやりなっていうことで背中を押してくれて、東京っていう街に出てきました。音楽をやりたいっていう気持ちだけではその当時ねやっぱり何をしたらいいのかっていうのがもう全く分からなくて真っ白だったんですよ。で、まあ、そんな時に、たまたま教えてもらってた先生がピアノをね教えてくれたのでピアノを弾き語りすることになりました。なので20歳から僕はピアノを始めました。今、約東京に出てきてもう10年近く経つんですけれど、そんな出会いから今今日この日が
続いてるっていうのをなんかいつまでも、もちろん今日からも来年再来年明日明後日ってつないでいくあのつもりなんですけれど、そんななんかいつまでもこの一本のレールの上を一生懸命しがみついて走っていこうって思い、ちょっと一曲歌わせていただきたいと思います。天の川鉄道という曲を聴いてください。私初あなた行きのこの列車はいつになれば終点
ありがとう。ありがとうございます。天の川鉄道という曲を聴いていただきました。実はですね、ちょっと私事になるんですけれど、今日3月7日ですよね。今日の、今何時だろう、9時になるところかな。今日の0時00分で新曲がね、リリースされるんです。冬の曲なんですけれど、ホワイトログという楽曲が、リリースされます。ぜひぜひ0時ちょうどになったら聴いていただきたいんですけれど、なんかまあ今まだ3月なんでね、冬だと思うんですけれど、まあ、もう冬はいいかなと思って北国出身でもあるので、まあ、もう寒さはもういいから春が来てほしいなと思って、でも今日なんかすごく横須賀もね、暖かくて18度くらいあったのかな。なんか日中はすごいポカポカしておりました。皆さんの地域はどうですか？ ありがとうございます。スーパーチャットまでありがとうございます。お、いいぞいいぞありがとうございますね。まあ、何の話してたか、ちょっとね、スーパーチャットで今全部飛んでたわあ、そうそう、でね、まあ、暖かくなってきたっていうのもあって、さっきね、横でさ待機してたんですけど、ひかりちゃんが最後はじゃあ盛り上がって春の歌を歌いますみたいなの言ってて、僕もね今日ね実は最後の曲になるんですけれど、最後アップテンポの春間という曲があるんですが、僕のオリジナル曲でね、盛り上がっていければなっていう思いで用意してました。なので、なんかバトンをねもらったのでね、横から、なので最後は思いっきり春間という曲で、皆さんに、なんか元気なこう活力とかを届けて、また明日からね多分始まると思います。戦いの日々が、お疲れ様でも歌ってたように、戦いの日はねたゆむことなく続いていくと思うんですけれど、頑張りましょう。僕らも頑張ります。皆さんにまた会える日を楽しみにして、たくさんいい曲書いて一生懸命歌っていくので楽しみにしていていただければと思います。あ、嬉しい、桜のマークまでね、ありがとうございます。それでは最後、春間という曲でお別れしたいと思います。聴いてください、春間。今桜が舞って大人になって涙流して、またどこかで僕ら巡り合おうって言ったじゃないか。画面の向こうで手叩いてくださいか。足を抱えてゆく、これが最後の帰り道、白線の上先を歩く、君の背中が遠ざかった、手を伸ばしてみても届かない、まるで夏を追う春のようだ、君のそばにたいだけ、ただそれだけ、
なってドアが開いて震えた肩並べ旅立つ僕ら喉に詰まったじゃあまた明日今桜が舞って大人になって涙流してまたどこかで僕ら花咲かそうって誓った学びや思い出してほしいからさよならは言わないでいくよとか君に幸あれ平岡優也でした。今日の出演者の皆さん、そして、横須賀の皆さん、そして誠さんに大きな拍手をありがとうございました。またお会いしましょう。